今日はよろしくお願いします。一つ目はシャークが出しているシャークフレックススタイルというドライヤーになります。他と違うのがスタイラーである、つまり髪の毛のスタイルを要は作れるようになっていてですね、私そもそもあの髪の毛が結構うねりのあるちょっとゆるくウェーブがかかってるんです。で普通そういうのってあのヘアアイロンで伸ばしたりするんですけれど、このシャークフレックススタイルは風の力で伸ばしてくれるので濡れた髪でも使えるんです。カールも濡れた髪でできるっていうのが、まあ、なかなか他になくって、このフレックススタイル何がすごいって言って、あのくるくるドライヤーの形をしてるんですけれども、髪の毛を乾かすときは7の字に折って普通のドライヤーとしても使えて、髪型を作るときはくるくるドライヤーみたいにまっすぐできるっていうところが他と違うんです。もう1本でどっちもできるっていうところが、まあ、なかなか画期的な商品なんじゃないかなと思います。旅行に行くときも1本持っていけば全部それ1本で完結するっていうところが素晴らしいですね。2つ目の商品がオーラル B IO10 という電動歯ブラシになりますね。すごくその歯垢除去能力の高い歯ブラシなんですけれども、充電台がとにかく進化しているんです。最近の高機能電動歯ブラシっていうのが結構自分の歯のどのあたりを磨いたかっていうのが出てきてですね、歯の磨き残し位置とかをアプリで教えてくれるんですよ。ただ正直毎朝歯磨きをするのに毎回スマホでアプリを起動してっていうのはめんどくさいんですが、この IO10 っていうのは充電台に歯の位置を表すライトが6個ついていてですね、そこの場所がうまく磨けるとそのライトの色が変わるようになってるんです。最初は青色なんですが、6個のライトが全部白く変わったら歯が全体きれいに磨けましたよということが一目でわかるようになってます。アプリを持ってないお子さんとかでもとりあえずあの充電台を目の前にすれば自分がどこ磨いたっていうのが分かるようになってるので、あのアプリ持ってるそのユーザー本人だけじゃなく家族全員で歯をみんなきれいに磨けるっていうメリットもありますね。あの磨いたところが目の前で変わるっていうので自分が操作してやってる感が出てくるので、寝る前にあそろそろ歯磨くかって言ってなかなか腰が上がらなかった家族とかも、もういそいそと歯を磨きに行くようになりました。3つ目の製品がシャープが出している紙パック式の掃除機、ラクティブエアーの KR シリーズになります。高機能掃除機になるんですけれども、コードレススティック掃除機の高機能のものってだいたいあのサイクロン式だったんですが、今年からちょっと紙パック式っていうのが注目されておりまして、高機能なのに珍しい紙パック式のコードレススティック掃除機になります。紙パック式なのでゴミを捨てる時もゴミを見ずにパックのままポンと捨てられるっていうところもいいところですね。どうしてもそのまま捨てるあのサイクロン式ってゴミがホコリが舞っちゃったりして、特にうちは家族であのアレルギーの人が多いのでそういうところもすごくありがたいところです。ラクティブエアっていうのが去年からですねすごく静音性が高くなってるんですよ。音自体はそこまですごく静かっていうわけじゃないんですけど、不快にならない音、うち犬がいるんですけれども結構犬が掃除機の音を嫌がるんですが、このラクティブエアに関しては嫌がらないっていうのが本当に驚きで、この紙パック式と音の静かさっていう意味でこれはもう今年一押しの掃除機だなと。紙パックの吸引力が落ちるっていうのはパック内にゴミが溜まって風が通らなくなるからなんですけれども、紙パックがいっぱいになっても風が通るバイパスのような道がちゃんと作ってあって全然吸引力に衰えは感じませんでした。絨毯に張り付いた犬の毛もちゃんと最後まで取ってくれます。皆さんも注目している家電を投票で教えてください。